どうも、フィッシャーズシルクです。ペケタンです。はい、ということで、今、ペケタンだけが映っておりますね。そうですね。俺と、この家にあるもの。そうね。さあ、フィッシャーズメンバーに聞く、100の質問コーナー。俺の番か。ナホくんから僕、そして僕からペケタンという形になります。はい、結構ね、リプランとかでも、はい、ペケタンへの質問まだですかってね、シルクのとこ言ってんのね、結構見たんだ。めっちゃ来た。ね。めっちゃ来た。だから、ああ、みんな結構見てくれてるんだなと思って。今回は、ペケタン編ということになります。はい。今から100個質問を君に投げつけます。はい、投げつけてくんだね。結構乱暴なんだね。君は即座にね、パンパンと答えてってください。はい。では、100の質問、始めていきたいと思います。はい、じゃあ、お願いします。ペケタン編スタート。はい、好きな色は白。好きな漫画はイニシャル D。 嫌いな食べ物は酢豚とエビチリ。嫌いな性格頑固な人。ズバリ苦手なことは喧嘩。ここだけは誰にも負けないってことはミドルからハイポジションの声の太さ。身長は177センチ。体重は60キロ。どっち利き手足どっちも右足右もぎもぎみたいな右手右足。好きなお菓子はのり塩のポテチ。ムカつくな。どんな時腹痛い時。苦手な虫はゴキブリ。何か飼ってる犬。好きなゲームはスマホアプリのハースストーン。100万円あったら何する。マイクとか機材を買う。春だな。どんな時あったかい風が吹いてる日。夏だな。どんな時夜が温風だった時。秋だな。どんな時冷たい風が吹いた時。冬だな。どんな時って言うと思った。そう、質問じゃねえじゃん。好きなボーカロイドの曲はカルク。好きなアーティストはミセスグリーンアップさん。最近よく聴く曲はボルカドット・スティングレイさんの曲。これのオタクです。何カードゲームのオタク。なほの、こんなとこがすごい。どこあんまり好きじゃない人にもめちゃくちゃ全力で当たれるところ。ダーマの面白さって何。ネジの吹っ飛ばし方が上手。元木の普通と違うとこってどこ。考える時のこだわり。マサイの語彙力と同じくらいないものって何。マサイの語彙力と同じくらいないもの。虚無。ザカオのおかしいと思うところってどこ。あんまり上手に喋れないところ。シルクと自分が同じだと思ってるところどこ。目の前に敵が現れた時。メンバーの中で一度も二人でお酒飲んだことない人って誰。ダマかもしれない。自分を漢字一文字で言うと難しい。なん。自分の短所ってどこ。負けず嫌いだけど粘り弱いところ。自分のここだけは許せないどこ。楽な方に行くところ。歌を始めた理由はバカにされたから。好きな女優はまず女優知らねえ。吉田優さん。好きな声優は豊崎亜紀さん。幼稚園の思い出はシルクが滑り台で待ってたところ。昔やってた習い事は水泳、サッカー、バスケ、卓球。高校何委員会だった。生徒会だった。放課後よくやってたことは部活に明け暮れてたかな。最近何で感動して泣いた。好きなアニメを見て感動して泣いた。好きなアニメは一番最近で感動して泣いたアニメはプラスティックメモリーズ。歴代で一番好きなアニメはスラムダンク。彼女に求めること第3位は器の広さ。友達になりたくねえ。どんなやつ。公共でめっちゃゴミ捨てる人。メンバーの一度だけフルマラソンさせられます。誰を、そしてなんで。ダーマ、理不尽だから。1億円もらうかミミズ1億匹の風呂に1日かどっち。1億円もらう。昔のあだ名は骨。好きな食べ物はラーメン。ここだけは教えられないラーメン屋は。それ教えちゃったらダメじゃん。それダメで教えないよ。最初に買った CD はアニメ軽音のフルアルバム。好きなポケモンはドクケイル。好きな名言は諦めたらそこで試合終了。これで人生が変わった。どんな言葉。諦めたらそこで試合終了。好きなジュースはファンタオレンジ。嫌いな飲み物は外国製のよくわかんないキモいジュース。乾燥キモ。死ぬかと思った。どんな時。持病の腹痛。尊敬する人はクリス・ハートさん。兄弟は弟が一人。ストレス発散方法は風呂で泣く。東京ガスみたいだ。よくあったのその CM。 メンバー全体に思うことは一言で言い表すならメンバー思い。好きで見てくれる視聴者に一言。しんどい時でも楽しい時でもふとした時に楽な気持ちで見てほしい。アンチに一言。いつも見てくれてありがとう。酢豚に一言。酸っぱいか甘いかどっちかにしてほしい。時を止めれます。何する。時が止まったら何。時止まってみんな何すんのじゃあ。
空を飛べる、何する、宇宙まで行く、宝物何がありますか、自分の命、 YouTube やってて思い出せる辛かったことってある、他の人が撮ってるプリクラの中に入ってくことめちゃめちゃ前だね、めちゃめちゃ嫌だったよあれYouTube やってて思い出せる最高なことはある、ロッキンジャパンかな、この瞬間のために頑張れる、何、みんなと飲んでる時、部屋で一番気に入ってるインテリアは何、俺が去年買ったオルゴール、これから読んでみたい漫画ある、レンタル彼女、家族に感謝の言葉を、育てるの超難しかったと思うけどここまで育ててくれてありがとうございます、視聴者さんとやる企画だったら何したい、囲碁100面打ち、中学の頃の楽しかった思い出は、マサイの家に集まって毎日ゲームに明け暮れてた日々、辛い時の乗り越え方は、楽しかった時のことを思い出す、友達が言ってよかった、どんな時、心底困った時、好きなお酒は、レモンサワーか美味しい日本酒、自分が言った名言で好きなフレーズは、お地蔵パラダイス、シャンプー食べれます、どうする、食べない、子供の頃からずっと好きなものは、車、住所教えて、教えない、部屋での過ごし方は、音楽の編集をしながらスマホのゲームをする、旅行へ行くならどこへ、日本なら群馬県、海外ならギリシャ、海外どこへ行ったことある、台湾とアメリカ、夢はある、近所の公園で弾き語りして子供に見てもらう、得意な料理は、肉じゃが、今後共演したい人は、ミセスグリーンアップルさん、朝最初にやることは、ベランダに出て日の光を浴びる、夜寝る前にすることは、携帯を充電する、こんなでかいもの作りたい、何、直径1キロぐらいの花火、間違えてなかったと思うことは、自分が成功したなって思える実感した時、実は難易度高いっていう自分たちの曲は、ロッキン出た時の感想は、音楽が人と人とのつながりを本当にあるんだって教えてくれた日、いずれ勝ちたいと思う人は、まさにスマブラで勝つ、負けたくないと思う人は、ダホに歌では負けたくない、フィッシャーズの他の YouTuber にないところは、遠慮がない、好きなブランドは、ブランドにあんまりこだわりがない、あと2問です、頑張れます、頑張るっていうほど頑張ってない、喜怒哀楽、自分に一番多いのは、楽、音楽好きのペケタンへ最後の質問、俺はこう思って歌ってる、教えてください、万人に受けなくても自分のことを好きでいてくれる人に響くような歌を歌いたい、101個目の質問です、いい、別にいいけど、終了、それ質問じゃないじゃんはい、ということでですね、はい、質問100個終了いたしました、はい、ということでね、どうでした、100個質問受けてみて、なんか真面目なのとそうじゃないのの緩急がすごすぎて、真面目なのもなんかちゃんと真面目に答えられたのかわかんないけど、まあ確かにそうだね、普段聞かれないようなことも聞かれたから、まあ視聴者さん的にはなんか意外と考えてるようで考えてないのかなとか、うん、考えてないようで、あ、意外と考えてるんだみたいな、なんかそういうのはあったかもしれない、まあ、20世紀少年みたいな人でしたね、お友達は大切だよ、そしてギターを弾いて歌ってるんだよって、すごい本当20世紀少年のケンジ君みたいなタイプです、ちょっとこうさすらってる感じもちょっとあるよね、まあまあ、はい、ということで100問どう、長かった、なんか意外とあっという間だったね、あー本当、うん、結構すすなんかこうあーって答えてるうちに終わっちゃった感は、とりあえずすごい印象に残ったらやっぱ酢豚嫌いだっていうことだよね、え、そう俺酢豚好きそうに見える、酢豚嫌いなんだなっていうのは今日改めて思った、別にそれどうでもいいからはい、ということで、はい、100の質問ね、結構バーっとやってみたんですけど、うん、まあいろいろと聞けたんじゃないでしょうか、ということで次、はい、君が質問を考える番になります、そうだね、なんか俺さ、何聞かれるかでさ、何聞こうか参考にしたと思ってたんだけどさ、あんま参考にならなかった気がするんだよねはい、じゃあ次誰に回しますか、意外と一緒にいた時間が長い人の方が知らないことあると思うんだよね、おお。俺高校一緒だったから元木とか聞いてみようかな、あ、元木くんですね、うん、あいつへの100の質問むずいね、確かにね、なかなかクセモンですから、何答えてくるかも分かんないしな、そうだね、何聞いていいのかも分かんないしな、いやもう結構踏み込んじゃっていいのかなとは思いますけど、そうだね、ということでペケタン、はい、元木くんへバトンをつないでください、了解いたしました、では今回はペケタンの100の質問でした、次回元木編で会いましょう、それではせーの、アデュー、酢豚あるよ、食べる、だから食べないんだって好きじゃねえんだって動画見てくれてありがとう、セガンブリ、ツイッター、インスタ登録よろしくね、他にもいろいろやってるので各自確認しておくように、チャンネル登録よろしく、せーの。